こちらの社員食堂では今日から揚げ物税が導入されます。チキン南蛮の値段が100円値上げされます。 IT 大手ヤフーの社員食堂で今日から唐揚げやとんかつなど揚げ物メニューの値段を100円値上げしました。同時に煮魚や焼き魚など魚料理を150円値下げしました。脂肪分を取りすぎる社員が多いため、悪玉コレステロールを減らす働きがあるとされる DHA や EPA を多く含む魚料理を食べてもらおうという取り組みです。